ピノキオ。ジミニー。ピノキオを離せ。あ、ん？うん。よかった。無事だったかい？リクが一緒に探してくれたんだ。うん、僕平気だったよ。それから僕ごめんなさい。またお父さんとジミミに心配かけちゃったよね。ピノキオ、ようやく私の教えを分かってくれたか。何者だ？俺？今のはどういうことだ？あれは俺の闇の部分だ。過去に俺は闇に落ちた。それ以来何度か形を変えて俺の前に現れるんだ。俺の体を乗っ取った闇の探求者、俺の闇をコピーされた人形、そして俺自身。闇だって？ねえ、リクにはジミミーみたいな人はいないの？僕はジミミーにたくさん大切なことを教わったんだ。リクも誰かに教わればいいんじゃないかな。そうだとも。一人で抱え込む必要はない。リクにもいるんだろ？何でも話し合える友達が。ああ、俺にもいる。あいつはいつも笑ってるだけのようで、俺にいろんなことを教えてくれるんだ。いいな、僕もそんな友達が欲しいよ。できるとも。これからどんどん。なんだ？何かいるのか？ピノキオとジミニーは先に戻っててくれ。俺は向こうを調べてくる。分かったよ。